はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病で骨髄移植をして副作用などを抑えるためにですね、免疫抑制剤というものを飲んでるんですけども、副作用などね、症状が和らいできていまして、まあ、その免疫抑制剤の分量もね、まあ、少しずつですけど減ってきています。で、まあ、6月にこの肺炎でね、入院してから錠剤が6粒やったんですが、今は4錠に減ってきてます。まあ、この数がね、最低でも3粒以下になって、まあ、症状がね、副作用がね、穏やかになって、こう、出てこなければ、まあ、職場復帰も、の兆しなんですけども、まあ、ここでね、個人的に問題が発生しました。これね、昼12時を過ぎたぐらいからね、めちゃくちゃ眠たくなるんですよ。なんか知らんけどね、まあ、5粒、6粒ぐらいの頃はですね、そんなことなかったんですけども、4錠になった途端ね、まあ、1週間後ぐらいからですかね、急に眠たくなることがね、ありました。まあ、以前、ツイッターでですね、免疫抑制剤のせいなのか、眠たくならないとね、まあ、夜中の話なんですけど、つぶやいたらね、まあ、詳しい人が、免疫抑制剤の副作用は強く出ますよと、返信をくれました。まあ、その後ね、自分でも調べたらですね、まあ、不眠、不安、うつと出てきましたね。まあ、減ってきてるということで、不眠というところがね、解消されてるんでしょうかね。あ、その、免疫抑制剤の、副作用で調べたら、不眠、不安、うつと出てきたんですよ。それの不眠の部分が解消されたかなというふうに思います。まあ、でも、それやったら、わざわざ昼やなくて夜に出てこいって感じですよね。まあ、問題やと思ったのが、実はまあいい症状なんでしょうね。まあ、不眠が解消されたら眠気が襲ってくる。まあ、その勢いが半端なかったっていうところでちょっと驚いてるんですけども。まあしかし怖いもんですね。骨髄移植の副作用を抑えるのに特別な薬を飲んでるけど、その副作用に悩まされるっていうね。だから何でしょうね。白血病を治すのに骨髄移植の副作用があると。骨髄移植の副作用を抑えるのに免疫抑制剤を飲む。そして免疫抑制剤の副作用に悩まされてると。まあ、それによってまあ命助けられていると思えばね、耐えれますけど、まあ、眠たくなったらね、寝なしゃあないですよね。ほんま急に睡魔に襲われるんで、もしこれが出先でね、こんなことが起きたら大変ですよ。まあ、といってもどこにも行きませんけどね、まあ、チャリで牛乳買いに行くぐらいですわ。今日はそんな感じでございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。